こんにちは、千秋です。皆さん、どこか行きたいなって旅行計画立てて、いらっしゃるときって Google マップ活用していらっしゃいますか？私、改めて今回 Google マップすごいと思ったので、今この動画撮らせてもらってるんですけれども、今回バンコク、タイに行くのにお店ね、おいしいお店レストランとか、あそこも行きたい、ここも行きたい、リストがいっぱいありますよね。で、今回は私、とにかくグルメ楽しみたいなって、本場のタイ料理を楽しみたいなって思ってるので、ミシュランの例えばビブグルマンを獲得したお店とか、ちょっといい感じのお店とか、いろいろね、限られた時間の中でできる限り あちこち行きたいなと思って、下調べをしてるんですけれども、で、その時に、あ、いいな、ここ行きたいって思ったら、皆さんまず Google マップとかで調べますよね。場所どこかなっていうので。で、例えば、他に観光名所とかもそうなんですけど、このね、本当に保存機能を使うとすごい便利ですよね。今更ですけれども。例えば、行きたいところ、今回、今、すごく綺麗で美しい、インスタ映えのスポットとしてね、ここ近年注目を集めているバッタナーなんかも行きたいな。ちょっとね、調べました。で、こんな風に行きたいところを検索して、そうすると地図で、ポチッと赤いピンが出てきますよね。で、そこを、この、携帯の保存っていうところを押しますよね。それで、リスト。もしこれから新たにリストを作るのであれば、新しいリストっていうボタンが、右上にあるので、そこを押して、で、このリストの名前を入力してくださいって出てくるので、今度例えば、バンコクとかプーケットとかを入れて、で、リストを作成して、ここに、追加する。っていうだけで完了ですよね。で、そんな感じで行きたいお店たくさんやっていたら、もう40箇所以上になってしまったんですけれども、それで一通り今どんな感じかななんて思ってみると、結構行きたいお店が今回私川沿いリバーサイドエリアの方に集中してるっていうことがに気がつきまして、いつもね、滞在はどちらかというとスクンビットの方に、滞在することが多いんですけれども、今回ちょっとね、反対側というか、お衣装店の近くにある、ナショナルスタジアムのあたりで、宿泊しようかなって思ってます。で、このGoogle マップの本当に登録のすごいところって、これだけにとどまらず、例えば同行者と、その情報が共有できるっていうのもすごい便利ですよね。で、その情報共有のやり方は、さっきいっぱい保存した保存済みっていうボタンを押して、出てくるところがあります。そうすると、例えばバンコクの、書いてあるところの右側に点々点って3つの点があるので、そこを押すと、リストを共有っていうところが出てきます。で、リストを共有を押して、続行を押します。そうすると、例えばメールだったり、ほとんど LINE がね、一番やりやすいかなと思うんですけれども、この LINE のお友達リストが出てくるので、それで、シェアしたい相手に送って完了。そしたら旅行中も、一緒にこう、ね、行きたいところ見ながら、じゃあここにしようか、あそこにしようか、今日はこっち側にして、明日はあっち側にしようかっていう感じで、旅行中って時間がね、限られてますのでね、行ったり来たりするよりかは効率もいいと思うので、
そんな感じで活用することができるなと思って、改めてね、今回、Google マップすごいって思いました。はい。ね、もう皆さんも多分、旅好きの方は、まあ、普段ね、東京でも、例えば日本にいてもね、同じようにいろんなショップリストとかね、作って活用してらっしゃる方もいると思うんですけども、私のようなちょっとあんまりデジタル得意ないタイプの人にでも、本当に簡単に、使えるツールだったので、この動画を撮らせていただきました。はい。今日も、旅の動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。